愛知県立刈谷北高等学校は、愛知県刈谷市寺横町1丁目67番地にある公立の高等学校。略称は、刈北、または、北高。入試制度上は、B グループに分類される。学校群制度の時代は、愛知県立刈谷高等学校と学校群を組んでいた。普通科は、三河地区全域及び、尾張地区のうち調整区域の大府市。東浦町、豊明市の居住者が特例によって進学可能。2019年度より普通科国際理解コースが国際教養科となった。これに伴い、名古屋市南区や半田市など、尾張の調整区域外からも国際教養科の受験が可能となった。制服は男子が標準型学生服、女子がセーラー服である。生徒の自主性を重んじ生徒指導は緩かった。しかし、2000年度頃からあまりにも服装、頭髪などの乱れが強くなったため、2009年度より服装、頭髪などの指導を厳しく行うようになった。生徒会活動は活発であり、自由な校風である。ルーズソックスは禁止されている。1947年には愛知県の民主教育及び平和教育の先進も犯行とされた。現在でも、校歌の歌詞にその面影が残っている。澤瀉祭りの名の由来は、江戸時代初期に、刈谷藩を治めた水野氏の家紋が、澤瀉という植物であることによる。校章も、この水野氏の家紋をモチーフにしている。隣接する、豊田児童食器の体育館を、部活動で使用することがある。起源が、女学校であった名残か、今でも女子生徒の方がわずかに多い。刈谷駅が東海道本線快速系統の停車駅であるため、遠方からの通学者も多い。2019年4月刈谷北高校に国際教養科新設。2018年9月7日閲覧。AB、壁界の昭和樹林社。2012年、岡村敦。生徒の交流網を結ぶ刈谷北高韓国の高校と姉妹校に、中日新聞、ありがとうございます。